おはようございます、釣り子 TV です。ディスタイルの新作ルアーが釣り具屋さんに並んでいたので、早速一つ買ってきてましたよ。こんな感じのねパッケージで、その名も一輪って書いてありますね。和風な名前で、見てわかるかな、こういうな、まあ最新の愛字系といった感じのルアーですかね。早速ねこのルアーを開封していきたいと思います。まずねパッケージは、こんな感じでこう後ろに説明書きがあって、デッドリーホワイトっていうカラーね、こういうねちょっと視認性の良さそうなカラーを選んでみましたけども、何やらね愛がいっぱいついていたり、あとはこう可動域があって、後ろの方にもね結構工夫が凝らされてる感じなのかな。早速開けていきたいと思います。一輪ね、ちょっとねこれねお店に入ったようなんで SNS でいっぱい見ていて、一個ね買ってみたいなと思っていたんで、よいしょ、こう出してこうですかね、はい、一輪出してみました。まずねこれのポイントとしては、今のね若手最強一角をね担っているですね、あのディスタイルの青木優衣選手がですね開発したスモールプラグっていうことで、もうめちゃくちゃ強いですよね。サイトフィッシングから、まあなんていうんですかね、あのライブスコープを使ったね、水中のサイトといったらいいか、ああいったところがもうめちゃくちゃ強い選手っていう印象があるんですけども、そんな、青木優衣選手が作り上げたプラグということで、食わせるための要素がねいっぱいなんじゃないかなと思って、結構この手のルアーってねいっぱい各社から出ていますけども、このタイミングで比較的後発といった感じじゃないかな、出てきましたが、何やらね、ほんとギミックがいっぱいですね。ここがね、まずこう可動域がこういう楽な感じでね、で、なんだろう、結構もっこりしてますよね。これが釣れるためのアクションを出すための、肝なんでしょうか。で、後ろにはね、こういう感じのね、毛がついておりまして、で、顔周りを見ていく、愛がね前から 1,2,3 ね、3つ愛がついてるんですよね。で、このお腹周りを見ると、あ、細かいんですけど、ここにねローリングスイベルがついているので、こう魚をかけた後とかもね、バラしづらいような工夫がね施されていますね。で、実はね、このルアーのコンセプトのね動画ねもう公開されているので見てきたんですけども、浮き姿勢にこだわったとかね、あと瀕死のワカサギを食べるバスを狙うんだけども、そこにはもう完璧に瀕死ではなくて、瀕死1個手前ぐらいの水面でちょっともじっているようなね、そういったワカサギをよりうまくイミテートできたら、よりねそういう、なんだろう、すごい慎重に見てくるバスなんかも騙せるようになるんじゃないかって、そういう工夫がね随所に、生かされているプラグっていう説明を見てきまして、で、この手のルアーだとこうなんて言うんでしょうか、浮き姿勢がまあこっちの上面を水面だとすると、こうカーッとライズアップしていくようなね、こんな感じの浮き姿勢が一般的かなと思うんですけど、このプラグに関しては、ちょっとこう頭を下げて、で、この浮力体の役割も果たしているんですかね、このお尻のパーツがちょっと水面気味に残って、で、うね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 と動いて、で、本当に瀕死のワカサギっていうのはこのお尻のところだけプリ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 っていう感じで動かして、なんとか息も絶え絶え泳いでいるんですけど、よく食われるワカサギ、その一個手前のそこまで瀕死じゃないよっていうワカサギは、こうボディをくねりんくねりんとしながら泳いでいて、なおかつちょっと下にも行きたいんだよなって、こういった感じの浮き姿勢が
バイトトリガーを誘発するっていうね、こういうコンセプトのもとに浮き姿は、まあ、この上面が水面だとするとちょっとこの頭下がりで、保持するようなそういう姿勢だそうです。で、そこでこの一番先端のアイから弱い、中ぐらいに弱い、その次ぐらいに弱いって、まあ、こっちに後ろ側に行くにつれてちょっと強めの動きをするような、もしくはこの先端は水面付近を操りやすくて、後ろに行くほどに、まあ、ここねちょっとこうフラットボディみたいになってるんですけど、多分この上面の背中面が水流を受けて、動画で見てるとねちょっとローリング気味のね、そういった動きで、それがさらにちょっと激しくなってレンジも入るようにっていうのが、この後ろに行くにつれてね、要素がパワーアップしていくっていう、そんな感じのね、説明を見てきました。これ楽しみですね。何個も、ルアー持って行きたくないんだよっていう、そんな状況の時にこのルアーが一つあれば、ちょっとしたその微妙なねレンジコントロールが、意のままにできるっていうところと、この特徴的なねこういった配分によって、今までのねこう似たルアーいっぱいあるかもしれないんですけども、それとはまた違ったね誘い出し方ができるっていうね、こういうプラグみたいなんですね。ちょっとねこのそんなところも見つつ、このね後ろに説明書きが書いてあるんでね、見ていきたいと思います。イスタイル一輪、バスが本当に食いたいものは何なのか、バスは生きているワカサギを好んで捕食するっていうことで、青木ゆいプロデュースニューコンセプトワカサギタイプルアー、今までのワカサギ系プラグの大半はデッドフィッシュを模していた。本物のワカサギは泳ぐとき瀕死の状態でも尾びれを動かして泳いでいる、その動きをハードルアーで実現させたのが一輪。見に来るけどバイトまで行くことがなかった魚をリアルな尾びれアクションで誘い、スイッチを入れるエスケープアクションでバスを仕留める。一輪一つで、表層付近のワカサギや小魚を捕食しているバスに対してあらゆるアプローチが可能、価値ある一匹を逃さないっていうことで、まあ、そんな感じのね、説明がこう後ろに書いてあるんですけども、そうちょっと観察に観察を重ねた結果ね、こんな感じっていうね、まさに2023年の瀕死のワカサギっていう感じのルアーでいいんじゃないかなと思ってね、一つ買ってきてみました。でこだわりのところで見てきたのが、この後ろがほとんど透明なラインナップになってるんですよね。こっちの存在感を消してこの存在感で食わしてこうよっていうね、できるだけそのミニマムシルエットに見せるためにこう後ろはあえて透明にしているんですよとかね、これね買ってパッケージから出したらね、なんかほんとこのフラット面多めなところとかね、まあね、まあさっきも言いましたけどローリングこんなちっちゃいのにつけてくれていたりとか、なんかねほんとありそうでなかったね、新しい感じのこの弱った感じルアーじゃないかなと思ってね。どうにもあの亀山ダムとかね、ああいったところによく行くとですね、この手のルアーがねほんとね、いろいろ使いたくなるんですよね。まあそれこそ、まあ、ジャッカルからいろいろ出ていたりとか、メガバスから出ていたりとかね、いろんなメーカーから、あと OSP とかからね、ハンクルもあるしね、かなりできた感があるね、もう出揃いましたよっていう感じのこの状況で、めちゃくちゃ強いねトーナメントプロの人が、いや俺はこういう感じっていう風にね、この自信を持って出てきたこの感じがね、どうにもいいんじゃないかな。あと、実はねちょっとこの後この手のルアーがねめちゃくちゃ効くんじゃないかなっていうね、釣りに行く予定があって、まあなんだろう、春とかにね効くルアーではあるんだと思うんですけども、ちょっとね2月末からね3月の頭にかけてちょっとこの手の、いろいろ試したいななんていうね、フィールドに行く機会があって、それまでにはねどうしても手に入れたいなと思って考えていたところ、ちょうどね店頭に並び出したっていうタイミングで、無事に一つ
買ってくることができました。まあ、ちょっとどうですかね、こう頭下がりのこんな感じ、ね、あとはちょっとローリングさせようと思ったらローリングするよって、ここら辺のコンセプトがねドンピシャなんじゃないかなっていうね、釣りに行こうと思っているので、楽しくね、これを生かしたね釣りがねできないかなっていうことで行きたいと思います。自分のよく行くフィールドでまずドンピシャにはまるんじゃないかなっていうのは、そうですね、2月後半、今日なんかも2月にしてはめっちゃあったかいんですけども、そんなタイミングの三島湖上流部とかね、そういったところじゃないかなってね。あとはあったかい雨が入って一気に魚が上の、ね、エリアまで刺したよっていうね、そういう瞬間とかがまずドンピシャにはまってくるんじゃないかななんて思いますけども、いいですね、こうルアーを1個持つだけで妄想は膨らみますね。はい、まあちょっと実際にで早く釣りに行けやって感じだと思いますけど、これに合わせてね、タックルなんかもまたねいろいろね組んでみるなんていうのも楽しみなんで、いろいろ試してみたいと思います。はい、というわけで本日の釣りコー TV はこちら、ディスタイルから新しく出たですね、瀕死のワカサギ系プラグね、一輪、これを買ってきてみたので、開封してみたよって、こういった動画でした。はい、釣りコー TV でした。また会おうぜ。